そうです。はい。思った以上に良かった。良かったね。いい模様になった。まあ、最近はあの若者のものづくり離れとかですね、職人さんがいなくなるといったようなことが懸念されていますけれども、まあ、こうやってやはりあの皆さんに直接触れていただいて、面白いやってみようという人を一人でも多く増やしていきたいと思います。東京からあの優れた匠の技をですね、こうやって発信をしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。子どもたちすごい楽しんでるのが何よりです。はい、ありがとうございます。